丁寧に慌てないでやる。オフェンスをめちゃくちゃ攻めれる。やってることは絶対間違ってないから、これ積み重ねていくだけだから、キープ building、キープ building、 行きましょう、次次次次、あと20試合あって横浜とあと2回あるんで、ここから本当にもう連戦がもうバタバタバタってくるから、本当に前向いていくしかないし、いかにいい、状態で次に向かうかっていうのが大事になってくるから、もう本当にこう切り替える部分と反省して振り返る部分しっかりメリハリつけて、次また轟ホームなんでいい雰囲気で入るっていうところが大事かなって思いますけど、はい、お疲れ様でした。あと20試合、まだ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 長いから。
ニックのポストめちゃくちゃ寄ってるから、逆サイ準備と、仕事なんていつも通りです。かけっす。本日は今の横浜ビークルセアルサルさん、ようこそこの川崎市ウィークロンサーフィンウェイブサンダー。第2クォーターが終了しました。ご覧のように48対29で川崎ブレイブサンダースがリードしています。さあここからはダンスダンス。Beginning of the season, you know, we kind of struggled. You know, we were kind of, you know, we were wondering if we could accomplish this goal in the beginning. You know, we kind of got this thing going, and you know, here in the last couple of months, we've really kind of taken it off. So we feel like we're playing well going in the playoffs, and so we're going to need you guys' support now that we got home court, and we're really happy about that. Hey, lazy, this shit is crazy, fool. Is this a rover beat?狙うとこだわる勝敗つきまとうあの日の後悔捨て去る恐怖抜かりはもうないすぐに届く。いや、本当に苦しいシーズンでしたけど、無事ここまで来れたんで、まずここが本当のスタートラインというか、ホームチャンピオンシップホームで迎えられるということを、まず目標にしたんで、それは本当にすごく嬉しいです。通過点ではありますけど、ホームでしかも決めれたのが良かったですね。勝ってホームで決めれたのが一番良かったです、はい。苦しんだ分、チームとしていいリズムが
出てきてるんじゃないかなっていうのがあるし、まあ、一人一人自信持ってコートに立ててる感じが見ててするので、上がってきてるんじゃないかなと、ゾクゾクする感じが出てきてるんじゃないかなって思いますけどね。絶対ファイナルの舞台に決めて、はい、優勝決めたいと思います。頑張ります。